高知競馬、11レースファイナルレース 1400m です能力偏差値ですが A ランク1等 B ランク2等 C ランク3等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開します指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。一枠一番、ストーミーバローズです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では2層前。 5層前に黄色線を上回っています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。全馬比較のグラフへ切り替えます。この馬のグレー色は一歩リードした存在であることがよく分かります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっている2層前はピンク色の着順が6着で紫の丸が 1600。2月は、ピンク色の着順が4着で、紫の丸が1600、1400は短く合わないと思われます。展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角進入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが2頭います。この一角進入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。 客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前は9番手からの競馬です2月は6番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は24で7位です上がり指数は 43でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。展開面は、プラス評価していいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。両馬場では、指数を落としています。明日も、両馬場なら、マイナス評価した方がいいです。馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と、指数の青線が、反比例しています。 明日も、馬体が絞られていれば、プラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。5枠5番、上昇ハニーです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、4層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている4層前は紫の丸が140010月は13001400は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっている4層前は花を切っての競馬です10月は4番手からの競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は33で2位です上がり指数は24で10位です まずまずの先行力で、先行できそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠11番、アセイランドです。能力偏差値は、3位で、偏差値ランクは、B ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。 距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている4走前は紫の丸が16002月は13001400は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっている4走前は5番手からの競馬です2月は3番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は31で3位です 上がり指数は28で7位です。上がり指数は評価できません。させないリスクがあります。展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。6枠8番、イーグルフェザーです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前に黄色線を上回っています。能力的には 2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は紫の丸が14005層前は紫の丸が14001400は適距離です。展開面を見ていきます指数がピークとなっている2層前は6番手からの競馬です5層前は6番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。 展開分析シートに切り替えます。先行力は23で8位です。上がり指数は32で6位です。平凡な上がり指数でさせないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。両馬場では指数を落としています。明日も両馬場ならマイナス評価した方がいいです。 次の馬を解説していきます。暫定×を打っています。8枠12番、春のフェスタです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には劣ります。3着候補まで、で良いと思います。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が1400。 5層前は紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっている2層前は後ろから5層前は区番手からの競馬です後方からの差し追い込みが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は13で11位です上がり指数は39で4位です平凡な上がり指数で指せないリスクも若干あります 展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、1番です。能力偏差値は、トップの A ランクです。枠順にリスクはありますが、展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは、5番です。能力偏差値は、2位の B ランクです。展開を高評価しました。 馬券ですが二重丸を打った1番を軸に相手は丸を打った5番と黒三角を打った11番と白三角を打った8番と×を打った6番3着はその他印から選んでください。